はい、こんにちは、僕です。ペルソナ3やっていきましょう。とりあえずみんなの話を聞いていきますか。あくまで予測が正しければの話だが、いよいよ明日、次のシャドウが出現する。心の準備をしておいてくれ。満月の夜にシャドウが出現する。この仮説の真偽がいよいよ明日判明するわけだ。僕も研究者の端くれだからね。こういうのはドキドキしてたまらないよ。イクツキさんは研究者なんですね。いよいよ明日はシャドウとバトルだな。あ、やべ、俺かなり興奮してるかも。おいおい、これじゃ眠れねえっての。寝てくれ。とりあえず今の段階では前兆らしき反応は何もありませんね。やはり明日、出現の時点でキャッチする以外にないんでしょうか。いよいよ満月が迫ってきたな。果たしてどんな野郎が出てくるのか今から待ち遠しいぜ。床にだけ座る場所がなかったんだな。次のシャドウってどんなやつなんだろうね。どんなやつなんだろう。ラバーだと思ってるけど。明日が七夕。吊るされた短冊には、界隈を賑わせている無気力症の解決を望む声が記され。七夕だからね。いや、一旦ポロニアンモールに行きましょうか。この人は。一つためになることを教えてあげよう。ここはポロニアンモールだが、このポロニアとは何か知ってるかな？知らない。ポロニアとは、霧の葉のことだ。そして霧といえば霧城グループ。そう、この界隈、出島の一帯は、ほぼ霧城参加と言って間違いない。ただのサボりのサラリーマンに見えても、こういうことはきちんと知っているんだぞ。この辺一帯は霧城グループ、界隈になるんですか？プリクラ撮っていきますか、じゃあ。素晴らしく綺麗な仕上がりだ。魅力が高まった。どうかな、魅力と勇気。さっさとカンストさせてしまいたいよな。勉強してから休む。ちょっと勉強してみよう。大丈夫かな。セーブしてやるからね。学力が高まった。ああ、嘘だろ。ひどく疲れた。コンディションが疲労になった。やべえ。満月当日に疲労って大丈夫かな？なんとかトイレでスッキリしたいんだけど、今日は一日トイレにこもりたいぐらいだ。あ、風花だ。おはようございます。ゆうきくん、体調は万全ですか？ダメかも。バッチリ。さすがですね。今日はおそらく、シャドウ討伐の初心をかけることになると思います。学校が終わったら、すぐに寮に帰って待機をしてくださいね。あれ、トイレに行く時間ってないんだっけ？一気に放課後。あ、よかった。今日は満月。あれ？例の大型のシャドウが出るという日だ。早めに帰って待機することにした。トイレには行かせてもらえない。トイレに行かせてもらえないんだ。大丈夫かな？市街地なんですね。本当に来た。ふんふん。満月の剣、どうやら確実と見ていいね。目が冷々としてますね。場所は岩戸台の白川通り沿いのビルです。白川通りか。白川通りか。何事言ってる。ここ数日影人間がよく二人一組で見つかるって聞いてたけど。なるほどね。なるほど。二人一組か。あ、そういうことか。そういうことか。白川通りってどんなところでしたっけ？私、あの辺あまり行かないもので。聞いたことはあるけど。あ、そっか。ホテルんとこか。だから二人一組なわけね。ふうかも知ってんだろ。ホテル街だよ、ホテル街。おいおい、何を妄想してるんだ。内装が凝ってるだけの単なるホテルだから。何それ。本当かよ。言ってみれば、そう、アミューズメントホテル？あれ、そうなんすか？
なんか今回は嫌な予感する。行くのやめようかな。またゆかりっち、意外なとこ子供なんだから。子供はどっちよ。オッケー、行こうじゃん。乗せられやすい。私、今日の作戦は前線で戦うの予約します。さあ、現場の指揮は誰がやるんですか。そうだな、これまで通り彼に任せよう。それとバックアップは今回から作戦時も山岸に頼む。はい、頑張ります。よし、なら前線に出るメンバーを決めてくれ。人選を任せる。残り2人は選べるんだ。もう決まってるんだけどね。今回みたいに強制的に順平が出る場合もあるのかな。大丈夫、君たちならできる。気をつけて行ってきなさい。あ、違う、そっちじゃないんだよな。浮かれるなよ。パーティーに入れる。あ、ここで選ぶんだ。ゆうかは準備はいい。よくない、よくない。絶対行くからね。パーティーから外せるの？いや、外せないんじゃないかな。とりあえずいつものメンバー入れてみて。やだ。ダメって言われても絶対行くからね。ダメだ、やっぱり外せないんだ。待って、セーブとかできる？トイレに行きたいよね。準備はいいですか？行くしかねえ。大丈夫だ。ではバックアップの準備をします。皆さんは現場に向かってください。あ、トイレに行かせてくれないんだ。3階に巨大な反応があります。式へ向かってください。これホテル？ホテルだ。これなんて書いてある？シャンプスドフルア。なんて読むんだ？シャンプスって読むのかな？チャンプ、英語じゃないよね。フランス語だよね。そういうホテルがあるんだね。部屋が選べる。いろいろな部屋のパネルが貼られている。もたもたしていると掛け時間が空けてしまいます。トイレに行きたい。トイレに行きたいんだけど、ここは待合室のようだ。こんな待合室なんてあるの？初めて見たけど。あれ？象徴化してる。象徴化したホテルの客がいる。こんなところで、101号室。標的は3階です。宿泊客はまだ無事ですが、急いでください。行きますか？じゃあ3階ね。階段で行くの？エレベーターで行きたいけど、エレベーター動かないのか。左下にね、しっかりマップがあるんだね。標的は3階だから何もできないのか、他のところでは。シャドウ出てこないの？シャドウ出てこないね。すんなり3階まで来れたよ。3階のどこだ？この部屋じゃなさそう。そのフロアに大きな部屋はありますか？標的はそこにいるようです。大きなフロア？あ、ここかな？ここ何の部屋？何の部屋？この扉の向こうに巨大なシャドウの反応を感じます。準備はいいですか？大丈夫だ。何も準備させてくれなかったよね。ああ、いるな。こんなところに出現するから、とんでもないことしてくるかと思ったけど。まあいいや、すぐに片付けて帰らせてもらうよ。ああ、なんかサクサクと進んでいきますね。多分ね、恋愛じゃないこれ。ラバーのアルカナだと思うんだけど。全然ちげえし。鳳凰タイプなの？ほんとかよ。弱点わかんないのと、なんか手前に式紙というか、なんか紙が2体いるのは何ですかね。ハイエロファント。何が効くかわかんない。タレンダとかしておいた方がいいんじゃないかな。あ、待って。風花にアナライズしてもらった方が良かったかな。なんで誰も魔法使わないんだ。魔法使おうよ。ブフーラ。聞くけど、ジオンが。雷系か。解析できるかな。アキンはどうだろう。当たんねえし。当ててくれよ、せめて。
光は弱点がわかんないな。弱点ないのかよ。弱点ないのか。物理でじゃあクリティカルを狙うしかないかな。あ、でもジオンガしかやってこないからね。それであればなんてことないんだけど、何か変えようかな。ちょっとね、これに変えよう。増長点。タルカジャで、真田先輩の攻撃力を上げていきましょうか。あれ、ペルソナってタルカジャとマカカジャって分かれてるんだっけ？タルカジャだけで攻撃力上がるんだっけ、魔法の。どうなったかな？これはいけんじゃないか。ナイスだ。その攻撃チャンス。あれ、なんか今回簡単ですね。主人公疲労だからね。大丈夫か心配だったんだけど。意外と戦えてるな。ジオンガしかやってこないからね。いや、なんか違くない？だって、ほぼが出てくる雰囲気じゃないと思うんだけど。自分にもダルカジャをかけて突撃していきますか。あ、攻撃力が元に戻った。一回、あ、待って、ゆかりがウィークか。嘘でしょ。ゆかり必須メンバーなのに。ウィークなの。そんなのありかよ。回復補助に徹してもらって、主人公攻撃でいいかな？いや、一回回復した方がいいだろう。オベロンでメディアをかけましょう。攻撃にしたかったんだけどな、主人公も。そんなに威力上がってる感じはないな。だいぶ弱ってきました。ゆかりもそろそろね、メディアとか覚えてほしいよな。滅亡の予言。え、何それ。どういう効果。いや、恐怖で動けない。あ、パトラで直せるのか。いや、主人公を直してほしかったな。先にな。あ、でももうすぐ倒せるんですよね。倒しきれない。電光石火。ここに来てやる行動変わってきたな。クリティカル。くそ、何もできないよ、主人公が。真田先輩ギリギリだな。あ、ディアか。いや、もうあと一発で倒せるんだけど。あと一発で倒せると思うよ。オッケー。どうかな。え、生きてんの？嘘。ナイスだわ。血管往来だわ。今倒せないの？ミリも残ってないでしょ。倒したな。全然、でもね、全然苦戦してないよ。レベル上がったな。自分の中の何かが弾け、断蔵頂点のレベルが上がった。アサルトダイブ覚えないのか、まだ。お疲れ様でした。今回も無事、倒すことができて本当に良かったです。こちらで待ってます。帰還してください。え？何それ？本当に？本当にこれで終わりかな？いや、これじゃ終わりじゃないんじゃないかな。すげえ怪しくない？ちょっとペルソナ付け替えとこうかな。四物仕込めに。いや、あまりにもあっさり終わりすぎだよね、だって。ここには何もないのかな。部屋の中央には大きなベッドがある。すげえ広い部屋だな。奥に扉があるけど入れないんだ。じゃあ戻ろうか。自力で扉が開かない。何か強い力で抑えられているようだ。え、そんな、なぜ？部屋にまだシャドウの反応があります。さっき倒したのとは別のシャドウです。どこにいるの？ほら。え、鏡？大きな鏡がある。あれ？この鏡何か変じゃない？映ってないんだよね。我々が。鏡の中にいるの？あれ、アニメーション？え、なんで？誰のシャワーシーン？おへそ。
ゆかりかな？あれ、ゆかりかな？なんで急にシャワー浴びてんの？え、なんで？頭の中がぼんやりしている。バスルームから水音がする。なぜここにいるのか思い出せない。何か忘れているような、どうでもいいか。何か忘れているような。他に大切な用があった気がする。うん。驚愕せよ。脳裏に不思議な言葉がよぎる。え、我、汝が心の声なり。今を驚愕せよ。見えざるものは幻。形ある。今だけが真実。そんなことはない。未来など幻想、記憶など虚構、欲するまま、束縛から解き放たれよ。何時、それ望むものなり。勝手に決めるな、そうかもしれない。勝手に決めるのかな。何時、真に求めるは快楽なり。何時、今まさに快楽の扉の前にあり。本心に耳を傾けよ。何時、驚愕せよ。そんなことは今は良しておく。今は良しておくでいいのかな。意識がはっきりしてきた。何かに正気を乱されていたようだ。何、ゆかりがシャワー浴びてる。シャワーの水音が止んだ。出てくるのか。あれ、さっきの部屋と違うね。バスタオルだ。ひどい。引っ叩いてから戻るんだ。ゆかりも正気を失っていたようだ。よかった、やっと通じた。二人とも聞こえますか？聞こえる。フォローが遅れてごめんなさい。シャドウの精神攻撃のせいで呼びかけが届かなくて、飛ばされたのもシャドウの仕業です。おかげでみんな分断されてて。じゃあ、ミツル先輩と真田先輩が今一緒にいるんですかね。敵の位置はさっきと同じ部屋です。急いでもう一度集合してください。大丈夫かな、他の二人も。ゆかりは？ゆかりちゃん、聞こえてる？分かってる、聞こえてる。え、何かあったの？いいの。叩かれましたけど。だからね。勝手にシャワー浴びておきながらね。